続いては株式会社スクエアエニックステクノロジー推進部リード AI リサーチャー宮城陽一郎氏よりシングライティとゲーム AI という題でお話しいただきます。三宅さんの略歴についてご説明いたします。東京大学博士課程を単位取得満期退学後、2004年よりデジタルゲームの人工知能の開発研究を行われています。現在では連続セミナー人工知能のための哲学塾を主催されているほか、人工知能の作り方や初めてのゲーム AI などゲーム AI に関する本を執筆監修されております。なおご説明が遅れ申し訳ありませんが、こちらのそれぞれの立場から見るシングライティのセッションでは、講演者の方に個別の質問を取る時間はございません。この後にあるパネルディスカッションの際にまとめて質問の時間を取る予定でございますので、あらかじめご了承いただければなと思います。それでは、はい、宮城さんよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました三宅です。よろしくお願いします。今日はシングライティとゲーム AI、技術の一つとして、ゲーム AI を紹介したいと思います。初めは2000年ぐらいから人工知能を、研究しておりまして、いろんなゲームを作る傍ら、著作もさせていただいております。でまず人工知能とはというところなんですけど、我々のような人間のことを自然知能といいまして、機械に宿る知能のことを、人工知能と言います。で、人工知能発祥は60年前のザイトマス会議となりまして、言葉がここで発明された、その前から研究はあったんですけど、ここで言ったのはですね、自然知能を人工知能に移しましょうと、つまり我々の知能を機械の上に移しましょうということでした。で我々の知能って、体があって機能があって知能があるので、機械もですね、体があってソフトウェアがあって、知能があると。今どの機械にも、ソフトウェアって入っているので、ここまではこの20年で終わったので、それ次の知能を作りましょうと。ところが知能っていうのはですね、頭だけじゃなくて体とつながってですね、脳の真ん中もそうですけど小脳とか、つまり知能を考えるときはですね、環境身体知能っていうのを、全部一緒に考えましょうというのが、フルセットの人工知能です。で知能の中にも意識的な部分と無意識的な部分がありますと。ですので知能の中身、我々の知能の中身を見るとですね、無意識的な知能というのはほとんどの知能で、実際意識的な知能というのはその数パーセントしかないんですね。そういうのをひっくるめてですね、通常の人工知能の学問としての人工知能は、どっちかというとこの意識部分の知能なので、すごい推論とか情報処理とかがメインになります。で無意識とか何やってるかっていうと、環境の認識とかですね、例えばこれ掴むことができて、ここ歩くことができるとか、魔法ダンスとか言いますけれども、そういうふうな環境と身体と環境とのこう三者の関係を解析しているのがここ で進化の過程で身体と環境を、考えているのがこの身体知能、この3つの知能があります。でこの人間のこの知能をですね、この機械にそっくり移すようというのが、元々のコンセプトで、この人間は自然言語を使いますが、こっちはプログラミング言語で、そういった無意識から意識までを、作りましょうと。つまりダートマス会で言われたように、こっちの知能を機械に移しましょうということになります。人工知能は、一つの大きな捉え方としては、産業革命以来の技術革命の一つとして捉えることができる。つまりオートメーションの歴史として、産業革命以来、第二次産業革命、情報革命、ネット革命、そして今起こっているのは知能革命。でその間に3回のブームがありまして、60年代、80年代、そして今ということになります。でもうちょっと詳しく見ますと、第一次ブーム、第二次ブーム、第三次ブームっていうのは、その第二次ブームと第三次ブームとネット革命、インターネットが普及したことによって、データがたまることによって、第三次 AI ブームっていうのは、ラーニング主体の、学習主体の、人工知能って一口に言ったらですね、2つありまして、記号主義、つまりそのシンボルによって記号を作ろうっていうのが IBM ワトソンとか Google 検索とかいうわけです。で脳の回路によってその模して作ろうっていうのが、例えばアルファブみたいな、コネクショニズムというわけ、ちょっとこれ間違って記号主義とコネクショニズムということですけど、脳っていうのは、1900年ぐらいか1050年ぐらいにそのニューロンっていうのがイギリスですごい調べられまして、
それをまあ人工的にこう組み合わせて脳のこう電気シミュレーションみたいな知能を作ろうというのがコネクショニズムというものですね。これと記号主義というのは全く違う人工知能なので、これをまあ発展させて、大体人工知能がブームになるときはですね、大体ニューラルネットが革新的な革命を起こすときで、例えば第一ブームは1955年にパーセプトロンというのができて、お腹できそうだな、あんまできなかった。で第一ブームは、逆電波法というのがあって、なんかできそう、なんかできなかった。ってそして今こうリブラに来たみたいな、まあ、ここは何も言わないですけどみたいな、まあ、お騒がせ野郎みたいなね。でもまあすごい直感的に素晴らしい技術なので、人工知能ブームになるとき必ずニューラルネットが、改良されたニューラルネットが現れます。で社会があって、産業第一に書き換えて機械レイヤーですね。でその上にこの20年をかけてソフトウェアの層っていうのを我々は作ってきて、で今いよいよその上の人工知能のレイヤーを作りましょうということになるわけです。で第一ブームっていうのはどういうことがやられたかっていうと、コンピューターって言っても大型のコンピューターしかなかったですね、この部屋ぐらいのね。でだから使える人も限られたので、まあ、学者としてのブームだったんですね。なのでこっちの記号主義は、まあ、推論で、こっちの辺はなんかニューラルネットでデータを分類しましょうみたいなことを言ってですね。で第一ブームは80年代なので、パソコンが普及していく中でいろんな可能性が開けてるんじゃないかということで、こっちの方はルールベースっていうかエキスパートシステムみたいなのがあって、こっちはまあ逆電波法と新しい学習方法があったんですね。例えばここから記号模様を入れると、これ A だったら 1B だったらここが1みたいな感じになると。で第二次ブームと第三次ブームの場合にインターネットが普及していくところで、インターネットに蓄積されたデータを学習させて人工知能を作ろうという発想なので、基本的に今の第三次ブームの発想っていうのはデータがあって学習しようっていうのが、AI っていうことなんですけど、まあ、実はそれだけじゃなくてですね、これまでの記号主義っていうのもやっぱり人工知能と。でデータベースの方は皆さんお使いの検索エンジンっていうのが一つの人工知能で、まあ、エージェントがたくさんデータを貯めたのを人が使うっていうのが、まあ、一つの記号主義の人工知能で、こっちは、まあ、皆さんご存知のディープラーニングということになります。でこういうふうにですね、第一ブームって見ると、記号主義とディープラーニングっていうのは、まあ、交わりつつありますけど、基本的には2つの軸で、推論ベース、ルールベース、データベースで、ニューラルネット、逆電波法、ディープラーニングという形で進んできたということが言えます。で、まあ、ここでちょっと、あんまりクワッとする人もなんだろう、ゲーム AI の話をちょっとさせていただきます。ゲーム AI は3つのシステムを AI 化できてました。メタ AI、キャラクター AI、ナビゲーション AI と言います。キャラクター AI っていうのはキャラクターの頭の中で、ナビゲーション AI っていうのは環境認識をするためのもので、メタ AI っていうのは、まあ、ゲーム全体をの物語を生成したり、こうディレクションをする映画監督みたいな AI なんですね。でキャラクター AI っていうのは基本的には体を持っててセンサーを持って、こういうのをエージェントって言います。エージェントのアーキテクチャっていうのは、まあ、大体決まってまして、センサーから入力があって認識があって意思決定があって運動があって体を動かすと。例えばこれはこの前ファイナルファンタジー15のガルラっていう、これセンサーがここにある、これが視野角で、これが目の代わりになって、ここが後方視野角でなんとなく認識してますよと。意思決定モデルっていうのは7つありまして、この後の前1つか2つを組み合わせるのが今のやり方です。例えばルールベースっていうのはルールを組み合わせて、このベヒモスはルールベースで作られてまして、プレイヤーの位置によってどのルールを採用するかで運動が変わります。でビヘビアベースとステートベースっていうのがありまして、ちょっと飛べしますけど、そういう、すいません、ありまして、2つのアルゴリズムを作ります。で、まあ、階層型になっていまして、知能を階層型に作るっていうのは、まあ、普通の人工知能ですけど、ちょっと大きな状況認識、小さい、さらに小さいみたいな形になっています。ですので3段階になってまして、これがこのキャラクターの知能の中なんですけど、これ1階層目はこう状況判断をして、2層目はこう、先頭の、人工知能になってて、でこれがまあこのグラフに従って動いてるっていうのが、まあ、意思決定と言われる部分になります。
でもうちょっと分かりやすく言うとですね、まあ、例えばこのキャラクターはこの思考とこの人を同時に動かしてまして、攻撃しながら例えば周りをこう探索してみたいな平行的な思想っていうのもあります。こういうふうに頭の中をどんどん作っていくっていうのは、まあ、一つの人工知能です。でまずゴール思考っていうのがありまして、目的を決めてこうそのためにこう行動を積み重ねていく技術っていうのはプランニングっていうんですけど、例えばこのキャラクターっていうのは、ゴールはプレイヤーを倒すことなんで、ドアを打ち破って近づいてきて倒して一つのプランを自分で作るんですね。じゃあドアを閉めたらどうなるかっていうと、こいつはですね別の計画を考えるんですね。で、開かないっていうので別のプランで、今度は、このガラスをですね割って近づいてきてキックするみたいな、まあ、そういう別のプランをこういうふうにゴールをつけてます。これは実は物語生成にも使うことができて、ここ前提条件物語に、そしてそうどう変わるかっていうのを書いておく。でこういうのをたくさん用意します。そうするとですね、こいつをですね、まずこれにつながるのは、この同じ模様を持ったこれ。で、さらにこの模様を持ったこれみたいな、そのチェーニングっていうんです。これによって物語を自動的に作ることができるので、現代のゲームっていうのはある程度物語を自動的に作ることができます。であるいは行動っていうのもある程度学習できて、例えば格闘ゲームですと強化学習っていう方法を使うんですけど、まあ、これがこっちが人工知能でこっちが人間を犯してるんですけど、こいつは時々まぐれでですねうまいことこいつにダメージを与える、そういう経験をですねうまくいった場合を覚えてますね。これ例えば何回もやるとですね最終的にはどうなるかっていうと、こうプログラムを書かなくてもある程度自動学習によって、どんどん成長すると。格闘ゲームですね、先ほど言ったようにこう人間の手を離れてどんどんこう成長していくっていうのが、なんか問題を限定すればシンギュラリティっていうのは別にその今でもどんどんいっぱいあるんですね。でナビゲーション AI っていうのはこうキャラクターをこう誘導する技術でして、でいわゆるなこう目的を決めるとこいつが、経路を計算して自分で行くと。でこういうふうにゲーム AI っていうのはですね一つ一つの問題を分割して、達成していきます。で最後メタ AI っていうのは例えばユーザーのですね緊張度をこうずっと計算してます。で緊張ユーザー緊張してない時に敵を出して、緊張すると敵を引くっていう行動をします。それによってこうユーザーの心理をですね、人間を理解してゲームの、アップダウン緊張度を上げたり下げたりするということをします。ですので昔のゲームっていうのは、まあ、出荷時にこう固定されてたんですけど、今はいろんなゲームシステム部分とかキャラクターたちに知能が入っているということになります。で、例えばもう一個はゲーム技術というのがありまして、ゲーム技術というのは実は、こっちのゲームの中に入れる方とゲームの開発者の代わりになるようなものがあります。例えば昔ローグというゲームはですねこう正方形を乱数で分割して段地を自動生成してですね、今はこう乱数の曲線を利用して山脈を作ったりします。これ80年代に作られていましたけど、最近これノーマンズスカイというゲームはこうマップを全部人工知能が作っちゃうみたいな、まあ、そういうゲームもあります。で、まあ、そういうことができるとですね、こういう森とかもですね人工知能によしなにこういう密度の森を作っといてっていうと自動的にこういうふうに森を作らすっていうことができます。これによって開発をこう人間の代わりに人工知能を導入してゲーム開発をするっていうことが行われています。で、いよいよ本題ですけれど、つまりシンギュラリティっていうのはですね人間と人工知能の関係が新しい段階に移ること、つまり人工知能問題を限定すればですね今でも人工知能が圧倒的に賢い領域がいっぱいあるんですね。ただし問題は偶発性のない閉じた問題なければなりません。とか閉じた問題ってのはそんな多くないですね。もう一つの条件は専門的な状況であること、つまりなんか総合的な問題っていうのは人工知能は解けないんですね。例えば自動運転とかいろんな総合的な問題があるから難しいわけです。ですので、まあ、開いて人工知能が解きやすい問題っていうのは閉じてて専門的な問題で、人間が得意なのは開いてて総合型の問題ということになります。でそういうものは閉じてるもの、例えば将棋とか要は完全に閉じてるわけですね。だからああいう箱庭型問題っていうのは人工知能の得意なんですね。であともうちょっと軸を加えると精密化直感っていうのがあって、人工知能は例えば5ギガのデータの中に1ビットだけ立ってるっていうのを場所を一瞬で探すことができると、多分人間にはできない、まあ、そういった精密な作業は人工知能に向いてるんですね。
でこういうふうに問題を特化するという技術は実は人工知能というのは情報処理の技術でして、そういった進化をまあずっと遂げてきた。逆に人工知能の学問としては逆を言ってて、機械の方法を人間に近づけるっていうのをずっとやってきたんです。つまり、まあ、左下にあるのが問題特化型の人工知能で、右上にあるのが、総合型人工知能ということなんですね。でこの2つが実は今、あって、ところが世の中の 95% はこっちの問題型人工知能で、ロボットとか AI のキャラクターっていうのはどっちかっていうと身体を持ったキャラクターの人工知能。つまり問題を特化すると人工知能は必ず人間より賢くなるし、で自己発、先ほど の, あの格闘ゲームみたいにどんど ん, どん 自分で勝手に学習していきます。で、こっちの機械汎用型人工知能っていうのは、まあ、ほとんど達成されてなくて、まあ、人間を超える人工知能発展っていうのはここを超えないといけないんですけど、まあ、現実的にはまだ達成されてない。で最終的に人工知能をカバーする問題群の中は、まあ、これが広がればですね、人間が得意とする問題を内包したときに、まあ、初めて人間を超えたということになります。ところが、まあ、人間と人工知能の関係というのはですね、まあ、日本だけを考えば少子高齢化なので、むしろロボットと人工知能がどんどん人間の職を奪わないとですね、労働力がどんどん低下していくの でアメリカは人口が増えているので混乱するんですけど、日本に関して言えば職業はどんどん人間と人工知能ロボットが奪ってもらわないと困るという状況に。で現在はですね、このこっちの問題特化型非常に研究が進んでいて、ほぼ人間を超えることができます、閉じた問題に関しては。ところが総合型に関しては人間を超えることはなかなか難しい。であとですね、西洋型の人工知能の人工知能観っていうのがありまして、つまりどう人工知能を捉えるか。西洋っていうのは基本的にはですね、人工知能ってサーバントなんですね、召使いなんですね。それは神人間人工知能って縦の序列が、まあ、ところが人間東洋というのはですね、まあ、東洋型の、まあ、ヤウス的な神観というのがありまして、大体こうアイボとドリムシと初音ミクと人間、まあ、大体みんな仲間だよねみたいな、そういうおおらかな我々アジアのあるわけです。ですので西洋というのはどっちかというと人間様の知能を機械に真似させようというラートマス会議的なトップダウン型なんですけど、東洋っていうのは例えば広角機動体みたいにこうなんかよくわかんないデジタルの海から勝手に生まれてくるんだよみたいな、まあ、そういう感覚を持っているのであまり相入れないので、シンギュラリティの議論っていうのはどっちかっていうとこっち側の議論なので、我々にとってシンギュラリティ何かっていうのはちょっとまた角度が違うんですね。でそういうふうにどんどんその知能っていうのは進んですけど、まあ、今起こっているのはですね、人工知能を丸ごと作るっていうところはあんま少なくて、すでにあるものを知能化するというところがあります。知能化っていうのがキーワードで、すでに例えばマイクを知能化するとか、自動ドア知能化するとか、テレビを知能化すると、そういうのを知能化って言いますけれど、つまり我々その人工知能を研究してもですね、知能の統一理論みたいなのないわけです。宇宙の統一理論もあるけど、知能ってなかなかないので、で人間の人工知能の形っていうのはですね、人間は何でも一つの知能でできます。こういうのを総合型人工知能、総合型知能と言います。ところが人工知能っていうのはですね、問題ごとに人工知能があるんです。さっき言った問題特化型専門知能なんですね。ちょっと形が全然違うんですね。で、これなぜ起こるかっていうと、まあ、フレーム問題ってのがあって、その人工知能っていうのは定義された問題しかほぼ解けないんですね。そこから拡張するのはなかなか難しい。それは時間と空間の中でいかに問題を定義するかというところにあります。で、フレームが閉じている問題量に関しては、人工知能はほぼ絶対的な力を人間より圧倒的な力を持っています。だから、ゲーム空間の中で、だいたい僕が作るキャラクターはすごく手加減するんです。本当に人間と戦うとですね、60分の1秒でこう戦うので、まずコンピューターが勝ちます。なので、手加減します。でフレームが閉じてない問題領域は、例えば絵を描くとか車を運転するとか、そういうのは人間の方が得意なんですね。でそのフレームっていうのは一応そのやっぱりあの人工知能の発展の人阻害になってて、まあ、ただディープラーニングによってある程度の拡張なされるとはいえ、ディープラーニングそのもののトポロジーとか問題設定した人間である以上は、まあ、潜在的にそういった限界っていうのはあるということになってて、まあ、情報処理っていうのはここの機械レイヤーでやってて、機械と人間の機械が得意なことは人間が苦手で、人間が得意なことは機械が苦手っていう、まあ、有名なパラドックスがありまして、つまり情報処理から、こう
例えば情報記号言葉概念みたいな、であるいは画像からで情報処理っていうのはどっちかっていうとこの機械レイヤーをどんどんどん探求するんですよね。人工知能っていうのは先ほど言いましたように機械のレイヤーと人間のレイヤーをつなぐってことをやってるんですね。でこれまで記号ばっかりだったのが画像とか映像まで分かるようになったのがディープラーニングの功績なんですけど、まだここまでは到達してないということになります。で情報の海から、まあ、第三次的に言うとですね、記号言葉概念みたいにどん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 一応上がってはいるんですけど、まだ足りないということです。でそういった人工知能が今その現実世界にこう出ようとしていて、そのためにロボットとかドローンとか実空座戦士と IoT っていうのがあって、で90年代のロボットっていうのはロボットがあって人工知能を乗せようって発想なんですね。とか今は逆で人工知能があってそれを現実空間に出したいからドローンとかロボットとか実化戦士とか IoT をやりましょうということになって、だから情報企業がいろんなハードウェアメーカーを買収するのは自分たちの人工知能を外の現実世界に出したいんですね。こういうのをまあ実世界思考 AI と言います。ですので実世界思考が対象としての街のセキュリティとか全体 この家とかですね、そういう単位の人工知能なんですね。でゲームに関して言うと、まあ、オープンワールドっていうのは、まあ、そのさっき言った自動生成をマッパーいくらでも作れるんですね。でそれによって、その上をですね、さっきのメタエドキャラクター AI、いわゆる事実型 AI によって、まあ、自動的に配置してゲームを用意してましょうということになっています。ありがとうございました。